just a dreaming man. I just a dreaming man. I just a dreaming man. Never, 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 never. 出た岡本ズニューアルバム Boy。ということで今日はマリコチャンネル。ロックな感じでやってきます。皆さんこんにちは。ダンスと笑顔で地球を明るく照らすマリコチャンネルです。ということで今日は岡本ズ特集。ジャララララララ、ジャララララララ、チョチョチョロロロロロ、ダララララ、チョチョ。みんな岡本ズのボーイ聞いたかな。あの一押しバンド岡本ズ、サングラスを今日かけてみた。岡本ズはね10周年なんですよ。でね8枚目だったかな、アルバムが出ました。それでね、なんか落ち着かないからサングラス外しますわ。それでね、あのドリーミングメンっていう CT が出ました。すっげえかっこいい。あのねこれ初めて聞いたのはね、このね岡本ズのねライブをね中野サンプラザでやったのよ。チュ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 見える、こんな感じ。そうこれ行ってね、あの新曲やりますとか言ってボーイをやったんだけど、あのめっちゃかっこよくて、もうベレー帽振り回して髪乱して踊りまくった。きっと周りの人はね弾いてたと思うんだけどね、すごいかっこよくて、で、どんな衝撃かというと、ニルバーナを、ニルバーナって知ってる、みんなみんなロック聞かない、あいみょんはね君はロックなんて聞かないと思うけれどって歌ってますが、ロックもいいよ。音一のみんななら分かってくれると思うんだけどね。まあ人それぞれですけど、これあのすごい流行ったネバーマインド、ニルバーナ。ニルバーナこの CD じゃないんだけどね、ニルバーナに出会った時と同じ衝撃。それはね、ニルバーナはね、もう今日語っちゃうね。ニルバーナはロスにあのダンスの勉強にね行った時に、あのねこういう、こうバンド T シャツ、その頃ねソニックユースとかダイナーソージュニアとか好きで、兄ちゃんとよく正義兄ちゃんとねライブ行ってたんですよ。それでダイナーソージュニアのねあの T シャツ着てったら、ロサンゼルスのねあれタワーレコード、まだ日本になかった頃ね、タワーレコードのお兄さんが Hey you とか言って、その頃私こんな赤い髪してた。ロス行ったらわかる、あの何ロスにはいろんな人がいるからさ、あの分かってもらえると思ったらさ、あのバスで話あっちゃこっちゃ言うけど、バスであのロスのおじいさんにYou are crazy hair って言われたんだよね。クレイジーロスなら分かってくれると思ったのにみたいなね。でもクレイジーってかっこいいっていう意味もあるから、でも言われたのもおじいさんだからね。どっちの意味か分かんないんだけど、あそんな感じで23ぐらいだったかな、うん、の頃にロスに行った時に、あのダイナソージュニアの T シャツ着てたら Hey you とかいいのがあるよって言って、ニルバーナの
まだね、その頃ね、年バレちゃうけど、カセットテープ。ね、このまだこういうメジャーになる前で、グランジでこの、ユーにおすすめのなんかテープがあるみたいに、ね、でもほら、英語わかんないけど、なんてニュアンス。ユーになんかおすすめのあるよみたいな感じで、これこれみたいに、ニルバーナのテープを、勧められて、わかったわかったみたいな、センキューセンキューみたいな感じで、でそれ買ってきたんだよね。それをロスのベッドの中で、ホテルのベッドの中で聞いた時の衝撃、ガーンみたいな、これなんだみたいな、ね、感じと似た感じが私の中ではね、ドリーミングメンにあります。そんでね、ニルバーナも好きで、その後ね、その後にすごい人気出て、ロス帰ってきて、ね、兄ちゃんにも教えたんですよ。こんなすっげえかっこいいバンドあるよとか言って、お、かっこいいねとか言って、でその後すごい人気になって、で日本に来た時に中野サンプラザでやったんですよ。同じ中野サンプラザでね、ニルバーナがやった時にね、チケット取れなかったんだよね、多分。チケット取れなかったのか、お金なかったのか 覚えてないんだけど、確かチケット取れなかったんだよね。それで悔しくて、ロッキンオン、今もあるよね、ロッキンオンっていうね、雑誌に何枚もハガキ書いて、ニルバーナのコンサートチケットプレゼントっていうのがあって、何枚も書いて、それでね、当たった。そんで5列目ぐらいね、そのほらプレゼントのチケットだから、5列目ぐらいで、もうめっちゃ1人で行って、もうそのもう若い20いくつだから もう乗りまくりで、もう髪振り乱して、もう半径なあうんほら席があるからあれだけど、周りライブハウスだったら1人いなくなっちゃうみたいな感じで乗って、もう椅子をこうやってカン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 ってすごい乗った。あの時のと同じ感じのこのブレーミングメンおすすめ。そんでね、今ね、先にね、いろいろもう言いたいこといっぱいあって マリコは欲張りだってよくね、まあ、よし兄ちゃんに言われてますが、それで、このアルバムすごいいいよ。でね、iTunes とか、あと、でも、YouTube だと次々流れるんだけど、でも、アルバムの曲はまだほら、ないじゃん。で、こうね、2曲目、3曲目とかのこのつなぎとはね、この、なんだろう、ストーリーになってんだよね、なんとなくアルバムって。だからぜひね、こう CD で買ってもらいたいなと思います。で、私のおすすめはね、ドアっていう、みんなの歌にも歌ってるんですよ、岡本ず。いまいちまだ売れてないですけど だから応援すんで、そのドアっていう曲もビートルズを思わせるようなね、もういい曲なんだ。歌詞もいい。それで私が一押しなのはね、このダンシングボーイっていう曲がね、いいんだね、これが。これ何回も聴いちゃった。ダンシングガール おばさんじゃんって言われるから、ダンシング、おばあちゃんじゃないから、グランマじゃないけど、ダンシングガール ダンシングウーメン、ね、すごいいい曲。これね、なんか余韻に浸るね。ぜひね、このアルバムを買って歌詞を読んで、はあ、で、翔くんがね、翔くんがね、ちゃんとね、丁寧に、翔くんがほとんど作ってるね。そう、翔くんのね、まあ、ちゃんと英語で歌っても和訳がついてるから、
ああそういうこと言ってんだなみたいなね、わかる。ほんでね、あのね、偶然っていう歌があるんだけどね、これは Koki が歌ってる。Koki。 なぜかあの Koki の写真はよくあの YouTube の窓枠みたいなの使われてる。 Koki の曲もね、甘い声でいいよ。ウェンディング続く。ハートね、レイジです。レイジのカンスカンスカンっていうあのドラムがいいね。音知ってるね。だからね、もう全部やらなきゃね。ハマちゃんの息子にね、フェンダー日本唯一の YouTube 撮ってる。ちっちゃんがお母さんと言いましたか。そう、ベースもいいね。ぜひこれ聞いてみてください。それでね、あのこの中のドリーミング名が今ね、シングル、そうシングルチャート、みんなさ、あの東京ホットワンハンドレッド聞いてる？あの J-WAVE のねラジオ、クリス・ペプラ、あれ大好き。ちょうどね、ハンジちゃんのねお迎えの時間とかにね、やるんだけど、その辺がね、1月の最初の週は岡松ですね、100位だった。それ聞けなくて、で次の週に17位。全然知らないで、いきなり車乗ったら「今週の17位岡本つ」とか言って「おお売れてきたぞ」みたいな、めっちゃ嬉しくって。で本当はね、でその次ね、先週はね、100位で17位。そうそう、だからさ、ラジオたまたま乗った時にさ、車に自分の好きな曲かかるってめっちゃ嬉しいよね。私もそんな車乗らないんだけど、たまたまそのアンジュちゃんのお迎えに行った時にこの「ドリーミング・メン」がかかって、おおやったーとかって思って、そう、それで、あ、そうだ、その次の週、先週が何位だと思う？ディ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 
いやいや、もう震えたね。もうね、お、テニスのお迎え行ってんのにね、もうね、車の中で、ね、ずっと聞いてた。トップ10入りだよ、すごくない？ね、今日何になるかね、楽しみ。だからね、みんなあのね、YouTube のドリームメン、ドリーミングメン、ぜひ見てください。それもね、ストリーミング回数っていうのでね、統計にあなたの一票が入りますから。あとなんだっけ、リクエストもあるけどね、よかったら聞いてみて。最後のね、なんだっけ、ポテトチップをサクって食べるのね、翔くんが。そのサクっていう音がいいよ。それだけでも聞いて最後まで、ぜひあの音出したいね。さすが、多分ね、岡本津は相当の音フェチでいっぱい、あのアナログ版とかいっぱい聞いてる。 それでもう語っちゃうよ、今日生まれちゃう。そんでね、ジャジャジャーン、最近音楽雑誌なんか全然買ってなかったのにさ、買ってみてよ、ほら、サウンドデザイナー。もうさ、音楽雑誌なんてさ、なんつだっけ、宝島とか、バレちゃうね、年が。そういうバンドやろうぜとか、そういうね、
った以来かな。買っちゃった。不法くないこれ。不法師だよ。かっこいいよね。そんでさ、見たらさ、あ、これね、山梨の本屋、地元の近くの本屋、なかった。ブックスかと同じ。取り寄せようかなと思ってるね。その週の、この間木曜日、東京いつも行ってるから、で新宿あたりで買おうかなと思ったんだけど、電車の時間がなかったから、高尾の本屋で一冊だけ。一冊、これ私が買ったら他の人見れないなとか思ったけどさ、山梨に売ってないから買いました。この本よくってさ、すごい、こうさ、この曲はこんなだよとかさ、なんかさ載ってるわけよ、コードはこうだよとかさ、ね、こんなレイジがなんか真剣に語って顔なんか出ちゃってさ、ほんでさ、岡本浩輝、浜岡本スタジオみたいなさ、こう見て見てくる。私も昔はベースやってたんですね。重たくってさ、ダメ。今ダメ、ウクレレですけど。そんで、今日ささやくかなんだか分かんなくなってるんです。そんで面白かったのがね、このね、おすすめのこう、なんかアルバムとか載ってたりさ、ルーツみたいなさ、あ、人生を形作った心の3枚、いいねこれね、私もこういうの今度やろうかな。そんでさ、音楽歴とかやってさ、面白いよね。そんでさ、どんなの好きかっていうとさ、でもネタバレしちゃう、村八分とか言ってさ、鼻から蝶々ぶらさげて、知ってるよ、ね、何歳って感じだよね。ね、レッチリよね、レッチリとかね、うん、ラモンズ、パンパンパパパンパパパパンレッツゴー、パンパンパパパンパパパパンレッツゴー、もう分かってる、みんな分かってる。そうなの、これ面白い。そんでね、だからこれな、結構載ってて、へえー、そうなんだとか思ったら、その後ね、この誰でもできる、これ僕はもう突然じゃないんだけど、誰でもできる新作作曲法とかってあって、なんか私も最近ウクレレまた始めたからね、コード進行ね、事件に引き込まれるとかね、なんか別れはこんなコードでとかね、日常風景はこんなコードとかね、ドラマチックなね、コード進行とか載ってるからね、面白い。こんなぜひね、自分の歌なんか作っちゃおうかなとかね、久々に思ったりしてね、こんな面白い。ぜひみんなも、あ、こんななんかね、ボーカロイドのこんなの売ってんだねとか思ってさ、面白そうだよ。岡本図のおかげでね、新しいまた発見がありました。ありがとう岡本図。そう、そんな感じでね、あ、そうそうそう、あとね、もうほんとラジオってすごいよね、全然違う時間で、今度太陽くんが電車に間に合わないから送ってってとか言って、7時ぐらいかな、7時半頃かな、ハリー杉山の、J リーブ好きなんだよね。ハリー杉山の朝やってる、土曜の朝やってるラジオを、そこもたまたま聞いたら、いつもあんま送ってこない、送ってくけど、その時間にたまたま聞いたら、この、ほほほ、翔くんがなんか出てて、僕のチューンミュージックとかって言って、
おーとか思ってさ、あ、それもいきなり「ドリーミングメン」がかかって「ええー、嘘」みたいな。それで翔くんがあののおすすめっていうかルーツかな、なんだろう、あの音楽はジャズだったんだよね。え、ジャズと思って「A トレインで行こう」とかいう、あ、日本語でね、いう曲なんだけど、あの結構それその曲も好きだなとか思って、なんかね、昔トム・ソーヤの冒険っていうね、あのなんか漫画でやってたんだよね、アニメで。そう、宮崎駿かな、あれも違うかな、 そのアニメとかでよくね、ジャズじゃないけどね、ニューオーリンズサウンドかな、配管でバックに流れててね、それにちょっと似た感じがあったんだけど、そう A トレインで行こうっていうのも、あ、これも好きだなと思って、でね、あのうちの主人が最近ジャズにハマってて、ドラマなんですけどね、あの趣味でドラマやってて、やっぱジャズだよとか言って、すあのなんとかなんとかなんとか知ってるって言ったら、あ、 A 列車で行こうじゃ、 A トレインだっけ、なんだ、行こうだねとか言って、あ、それね、あのストーンズがよく、あの若い頃、あの入ってくる入場する時に使ってたんだよとか、そのつながりかとかって思って、でもね、翔くんはなんかお父さんはやっぱジャズをいっぱい聴き、怒っちゃったよ翔くん、ごめんね、ごめんね、うるさかったね。翔くんはあのなんだっけ、そうそうそう、小学校の時にお父さんのおすすめのアルバム、ジャズがいっぱい入ってる、あのなんか入ってる放送がなんだろう、今日選挙があってさ、選挙のことだよ、選挙みんな行ってる、あ、山梨県民だけだな、これ全部入っちゃうな困った、そうそう、そんな感じで、好きな音楽はつながってるなと思いました。これ全部拾っちゃうね、どうしようかな、投票日だからね、選挙行く、今度18歳からなんだよね選挙ね、あの清志郎が昔さ選挙に行こうって言ってたね、これ全部拾ってどうなってんだろう繰り返し市役所から、山梨県今日ね、岡本図だからね、太陽の塔も飾ってみてよ、ね、なんかこれぐちゃぐちゃになってそうだな今な、っていうことなんかもうね、今日ぐちゃぐちゃになりそうだからね、何言うかここに書いてきた、忘れてた、もうね、みんなに岡本図をおすすめしたい、そんなこと言ってたらね、昨日ね、これみんな新聞撮ってる、読売新聞にね、あ、主人、おい、マルコ、岡本図新聞載ってるぞみたいな教えてもらった、じや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 、すごくない、岡本図と安藤サクラのコラボすごいよね、でここにもさ岡本図おすすめのアルバムとか言って、さあ最近ほらクイーンのボヘミアンラプソディだっけ、そう、まあ、ほら流行ってるからさ、ロックも最近注目されてる、そう、これ載っててさ、文化的背景をたどる面白さ、ぜひ読売新聞読んでる人見てみてください、ね、1月26日号、すごくない、いいぞ岡本津、だからね、ロック好きとか、あ、みんなに応援してんだ、応援してるぜ、ね、なんでぜひドリーミング面、今日何位になるのかな、みんな YouTube で
聞いてみてね。ではそんなことで今日はロックなマレちゃんでした。これさ、このサングラス吉祥寺で買ったんだけどさ、いつか兄ちゃんがかけてて笑っちゃった何でも言ってないのに同じもの買ってるって笑えるよね。ではみんな岡本津を応援しよう。バイバーイ。このチャンネルを気に入ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくね。よろしくね。ちょっと今日ねライトを綺麗に、よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。 YouTube で聞いてね。ドリームメン、君もドリームメンだ。夢を見よう。